サブロック・ソウスケは、日本のお笑い芸人、元プロ野球選手。本名及び、旧芸名は杉浦・ソースケ。2016年の1シーズン、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリン・パイレーツに、所属した。選手としての登録名は、サブロック・ソウスケ。自問軍団のメンバー、大田プロダクション所属。山内隆とのコンビ、360度モンキーズでボケを、 担当していた。八丈島の出身で、埼玉県大宮市、東京都渋谷区で育つ。実家は寺院で、父親は僧侶だった。帝京高校から帝京大学に進学した。下記、プロ野球選手の引退発表時に、芸名の解明を発表。2017年12月10日から芸名を、本名から宗助に改めた。相方。 山内隆の芸能界引退に伴い、2018年1月に360度、モンキーズを解散し、以降はピン芸人、サブロックソスケとして活動している。八丈町立峰小学校3年の時に、野球好きだった父とのキャッチボールがきっかけで野球に興味を持ち、4年から少年野球チームで投手として活躍。5年まで過ごした後、家族で、 埼玉県大宮市に引っ越し、現在の埼玉市立上小小学校に転校。八丈寺まではなかなか試合ができなかったが、転校後は毎週試合ができるようになり、投手としての楽しさを覚えたという。渋谷区立小東中学校ではエースを務め、本人曰く、チーム自体はあんまりでしたが、ただ、周りを見ても、僕より上回っている選手はいなかったと思います。なので、あれ、俺、 いけるぞと思っていましたとのこと。当時は無名だった埼玉の聖望学園からも誘いがあったが、プロ野球選手を目指し前田光雄監督率いる帝京高校に進学。一年先輩に選抜優勝投手で巨人などで活躍した三沢光一がいた。三沢らが引退し、新チームとなった2年秋の都大会前に練習試合で先発のチャンスをもらったが、 いきなり三者連続支球で、虫満塁となった後四番打者に満塁弾を打たれ交代し、それ以来一度もマウンドに上がれなかった。甲子園出場実績はない。高校の卒業アルバムには、野球は諦めて芸人になると書いていた。帝京大学では野球を離れ、その後は大田プロダクションに所属しお笑い芸人となるが、芸人になった後も草野球で、定期的にプレーを続けていた。 2015年10月26日、ブログで独立リーグ、四国アイランドリーグプラスのトライアウトを受けることを報告。きっかけは、夏の高校野球甲子園大会で40歳という節目を目前に、球児たちの頑張りを見て、自分ももう一度夢を目指してもいいんじゃないかと思ったと熱く語り、相方の三内も応援すると言ってくれたという。 11月4日から10日にかけて行われたトライアウトに参加し、初の実戦形式となった当番ではエラーとヒット2本で、高校時代と同じくいきなり虫満塁のピンチを迎えたが、後続を抑え、無失点で切り抜けた。同月11日、愛媛マンダリンパイレーツに合格した。2016年1月20日に契約合意し正式に愛媛への入団が決定した。当時、 四国イルの選手は原則的に服用が禁止されていたが、特例として入団後も芸人活動を認められた。愛媛の監督である弓岡慶次郎はウェブサイトに寄稿した文章で単なる話題性だけで獲得したのではありませんと記し、トライアートリーグでの取り組みや入団後は選手活動を中心にするという話から、その心意気を買いましたと理由を説明した。 2016年2月2日に入団記者会見を行い、背番号はコンビ名にちなんで36に決定、登録名はサブロックソース介となる。4月2日の開幕時点では練習生で公式戦出場可能な選手登録枠には入っていなかった。監督の弓岡慶次郎は3月15日にウェブに寄稿した文章で現状は先発ではなく、 中継での起用を考えています。対外試合で投げるかどうかは、調整具合を見て判断する予定と述べていた。4月9日に、選手登録され、4月10日の巨人3軍との交流戦で3から4で迎えた9回表に登板、打者2人と対戦し、四球とギターで1アウト2塁となったところでわずか7球で降板したものの、デビュー登板を果たした。試合後、 先頭打者に支給というのは、投手として一番やってはいけないこと。頭丸めてきます。あ、もう丸まってる。とコメントした。8月20日に、ホームの松山中央公園野球場で行われた対、香川オリーブガイナーズ戦で、初の先発登板。この先発は7月7日に予告されており、当日は相方の3内が、支給式に登場。4回に、 至急で西満塁のピンチを招いたところで降板し、勝利投手にはなれなかったが、ノーヒットでチームの勝利を導いて試合後にはヒーローインタビューを受けた。9月9日の対抗地ファイティングドッグス戦で先発、公式戦で初めて5回を投げ抜き、無失点に抑えて降板したが、後続の選手が打たれて、勝利投手にはなれなかった。最終的に2016年シーズンは9試合に、 当番、勝敗、セーブはつかず、被安打12、吉支球16、脱三振1、自責点3の防御率1.98という成績であった。ポストシーズンのうち、徳島インディゴソックスとのリーグチャンピオンシップでは、当番の機会はなかったが、年間総合優勝を決めた試合後に、チームメイトから胴上げを受けた。群馬ダイヤモンドペガサスと対戦した、グランドチャンピオンシップでは、 第3戦の8回、10点のリードをつけられた場面で、当番し、2安打に支球で2点を失った。2016年は、芸能活動も行い、そのために、ベンチ入りできなかった試合もあった。シーズン終了後、野球と芸人の仕事の両立は、やっぱり簡単ではなかったですね。久しぶりに、芸能の仕事に行くと、笑いの感が鈍ってるなぁと思うことがよくありました。 逆に野球に戻ると、今度は野球の勘が鈍ってて、と取材に対して述べている。12月13日、現役引退を発表し、翌12月14日に、リーグから今季限りでの対談が正式に発表された。リーグ発表に付されたコメントでは、この人生の中で、本当に楽しくて成長できた貴重な1年間でした、と述べている。引退後の2019年のインタビューでは、 体力面と経済面が苦しかったことが引退の理由と明かしている。高校時代の最速は時速1 4 1トル本人曰くコントロールに課題があったという。2016年当時は120時速3 0トル台の速球にスライダー、チェンジアップなどを駆使した技巧派右腕としてプレイし、請球は高校時代よりいいと話していた。 引退後の取材では、入団後のトレーニングによって、トライアウト時よりも休息が上がったと述べている。愛媛に2016年に在籍した被検服から身振りで受けたアドバイスにより、請求力が向上したという。ゲイでネタにしたことがある、長新山と対戦して打ち取り、試合後に投球についてのコメントを受けたことも、いい自信になったと述べている。四国アイランドリーグプラスは、 指名打者性を採用しているためバッティングは試合で披露する機会はなかったが、打撃フォームはモノマネとは違い至って普通である。本人によると巡り巡って普通に戻るもんだという。元相方の三内と共に阪神タイガースのファンである。一方、千葉ロッテマリーンズの選手数人と仲がいい。ゴルフもやり、ベストスコアは79。コンビでの出演歴については、 360度モンキーズの項を参照。サブロクソウスケに関するカテゴリー。ありがとうございます。